エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、ガンプラを作りたいと思います。一つ前にやってた時のものなんですけど、こちらの RX-00 ですね。それでは作っていきたいと思います。エルカチャンネル、はい、完成しました。こちらどうでしょうか。もともとですね、シールが多かったんですけど、そこを頑張って塗ってみました。パッと見はわからないかなという感じになってると思います。まず鳥の形をしているのが、こちらが RX-00。 もともとですね、赤色だったんですけど緑色に変わってます。こちらが隠れ形態、こちらの RX-00 を購入したのはですね、 SD タイプからリアルタイプに変形するので買いました。3期目にあたるビルドダイバーズ RX-00 の回収後のやつなんですけど、もともとの RX-00 でも良かったんですけど、こちらの RX-00新規結晶タイプにしました。なぜならこっちの方がフル装備だから。エルカチャンネルということで、 SD タイプからリアルタイプへ変形してみたいと思います。一度全部バラバラにしましょう。はい、ここまでバラバラにしました。変形させていきます。こちらの SD タイプのこの頭部、これを外すとですね、中からよいしょ、リアルタイプの顔が出てきます。ではそのまま顔はちょっと最後に取っておいて、腕から作っていきます。さあ、そしたらあとは額に角をつけてあげれば、はい、リアルタイプにできました。リアルタイプの名前が忍刀堂だそうです。あ、忘れてた、危ない危ない。 SD の時の頭ですね、これがですね、ここにセットすることになっています。なので正面からだとわからないんですけど、横から見ると何かを背負っているみたいな感じになります。そして武器がですね、持っていたこの刀にこちらが合体して、そしてこちらとさらに合体します。これとこれか。
デルフカチャンネル。はい、完成です。こんな感じになりました。 SD からリアルに変わったんですけど、細かい部分がちょっと多いので、そうですね、シール貼るにしても大変だと思います。もうちょっとざっとではあったんですけど、塗装をしてみたんですけど、結構手間暇がかかりました。いやー、でもそれだけやった甲斐があるかなと思います。はい、ということで今回は RX-00 新規結晶バージョンを作ってみました。今後もですね、こういう SD からリアルに変わるやつがあれば買いたいなと思います。デルフカチャンネル、ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。